リチャード・メラー・ニールセンリチャード・メラー・ニールセンはデンマーク出身の元サッカー選手、サッカー指導者。1992年にデンマーク代表監督としてユーロ1992優勝へと導いた。デンマーク代表にとってはこれが最初国際タイトルであった。1995年にはデンマーク王室からナイトの称号が与えられた。現役時代は オーデンセビー系で活躍し、デンマーク代表としても2試合に出場している。しかし、怪我によって20代での引退を余儀なくされると彼は、指導者の道へと踏み込んだ。古巣のオーデンセビー系を含めていくつのクラブを率いた後、後デンマーク代表のコーチを務めた。そして1990年にデンマーク代表監督となる、UEFA 欧州選手権1992の 本大会出場をかけた予選で、ユーゴスラビア代表に競り負け敗退。出場はかなわないはずだった。しかし、そのユーゴスラビア代表が、開催国であるスウェーデンに入国した直後に、国際サッカー連盟及び欧州サッカー連盟から、出場資格剥奪の通達を受ける。これは、ユーゴスラビア内戦に対する国際連合の制裁に、サッカー連盟が応じたもので、 スウェーデン政府も入国を許可せず、強制出国させるということであった。急遽、予選で、ユーゴスラビアに敗れたデンマークが出場することになったが、選手たちの多くはすでにバカンスに出かけていたような状態で大した準備もできないままの戦いとなった。にもかかわらず、チームはオランダやドイツを倒して、奇跡の優勝を成し遂げる。無欲の勝利であった。その後は、 フィンランド代表やイスラエル代表を率いた後、2003年10月に監督業から引退した。2014年2月13日、長年の闘病の末76歳で死去した。1992年のデンマーク監督、ニール選手が死去。UEFA.com。2014年2月14日閲覧。ありがとうございます。